クレソンドヤージュエボライトの説明を始めます。まずこちら、車の高さが3メートルで、車の長さが5メートルございます。でこちらサイドミラーからサイドミラーの幅が2メートル30センチでございます。外部電源の接続方法のご案内を始めます。まずこちら、外部電源のキャップを時計の逆回りで外していただきまして、こちらを挿します。でストッパーを時計回りにしていただければ外れません。でこちらのコンセントは一般のコンセントに差し込んでいただければ OK です。給油方法のご案内を始めます。まずこちら、給油の扉を開きます。でメインキーを使いまして、給油キャップに差し込み、まず時計の逆回り、その後給油キャップを時計の逆回りに回していただいて、キャップを外します。で軽油を給油していただきまして、給油が終わりましたら、こちら大きなフックと小さなフックがございます。この大きなフックを給油口一時の方向に合わせまして、今度は時計回りに回します。で最後にこちら、メインキーを時計回りに外しますとキーが外れます。で扉を閉めていただいて、給油は完了いたします。エントランスドアの使い方のご案内を始めます。まずこちら、通常ですと出入りこちらだけでドアの方は閉まりますが、風の強い時などこちらフックを使っていただければ、ドアがバタンと閉まることはないので、このようにフックをかけてご使用くださいませ。エントランスドアを中からロックする場合は、こちらのノブを押していただくだけでロックされます。そうすると外から、開くことはございません。で降りられる時にはこちらのノブを元に戻して、もう一度引いていただければ、こちらドアが開きます。はい、マルチルームの扉の開け方をご案内いたします。まず緑色の鍵を使っていただきまして、鍵穴こういう形で手を添えて押し開きで開いてください。同じくこちらですね。はい、でこちらの中は、例えばポータブルトイレを入れていただくのも結構ですし、大きなお荷物を入れるスペースとしてお使いくださいませ。こちらもお荷物を入れるドアのご案内をいたします。同じく緑色の鍵を使いまして、こちら同様に押し開きをしていただきまして、鍵を回して開きます。そういたしますと、こちら2段ベッドの下、こちらの部分が荷物入れのスペースになりますので、ご利用くださいます。こちらも荷物入れの扉の開け方をご説明いたします。今度は青い鍵を使っていただきます。でこちら鍵を入れていただきまして、でこちらですが、このようにフックがついておりますので、フックに扉を引っ掛けます。で今度はこちら、このつまみを開いていただきまして、こちらの中にお荷物を収めてください。こちらは工具とジャッキが入っている扉です。これも同じく青色の鍵で開きます。で扉をフックを引っ掛けていただいて、こちらひねって開けます。中にジャッキと工具が入っております。